SNS に載せている 2ZZ エンジンっていうのをちょっと、解説していきたいと思います。はい、まあ、僕の車 MRS なんですけども、ちょっとエンジンを、はい、違うものに交換してしまいましたんで、前回の動画見てくれた方は分かると思うんですけれども、ちょっとね、タペットカバーを結晶塗装するためにっていうか、外したんで、せっかくなんでちょっとカムを見ながらね、仕組みの方を解説していこうと思います。はい、今カバーが外れてる状態なんですけれども、はい、MRS の純正のエンジンは 1ZZ エンジンって言って、トヨタのね、フィールダーじゃなかった、ウィッシュとか、その系統に使われている 1800cc の NA エンジンなんですけれども、そっちはね、燃費が、ウィッシュとかに使われるようなエンジンだね、燃費が良くて、あと下からトルクがあって乗りやすいエンジンっていう感じですね。1800cc で、純正でこの車980キロしかないんで、パワー的には結構あって楽しいんですけれども、ちょっとね、パワーがもうちょっと欲しいっていうことで 2ZZ エンジンに乗せ替えました。これも同じ1800の NA なんですけれども、こっちはセリカとか、あとスポーツグレードのランクスとかに積まれてたエンジンですね。何が違うのかっていうと、このカムシャフトとかこのシリンダーヘッド部分が大きく違うんですね。よく言われるのが、トヨタ版のヤマハ版の VTEC って呼ばれます。はい、その理由なんですけれども、本当に VTEC と一緒でカムが2種類、あってですね、これカムシャフトカム、よく見るとっていうか、一目見てわかるんですけれども、カムシャフトの、吸気側、排気側も両方ですね、こういう風になってます。2個並んでるんですね。で、この太い方、幅が広い方がいわゆるハイカムっていう方ですね。細い方が通常カム、街乗りの時に使われる方のカムですね。はい、これがどういう風に、切り替わっているのかっていうところの仕組みをちょっとこの部分を見ながら解説していこうと思います。はい、で、このエンジンね、オイル管理は結構重要な車です。はい、っていうのが、このハイカムローカムの切り替えを油圧でやってるんですね。はい、車詳しい方なら VVT とか、油圧でね、調整してるの分かると思うんですけども、それと同じ仕組みのね、オイルバルブがありまして、ここですね、これが、ハイカムローカム切り替え用の OCV っていう、バルブですね。オイルコントロールバルブです。はい、ではここに油圧がかかってて、純正だと6200回転だか、そんぐらいでハイカムに切り替わるんですけども、そのポイントになると油圧をこのシャフト、ここにシャフトが2本並んでるんですけども、ここですね、ここに油圧をかけます。はい、ちょっと外します。このシャフト部分ですね、このロッカーアームの中にこう通ってる1本もののシャフトがあるんですよ。そこに油圧をかけると、このカムの下を見ると分かるんですけれども、太い方のカムの方の
下のロッカーアームはですね、下がバネになってて、通常だとこうふにゃ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 自由に動いてて、こっちのローラー側 の、 あの通常カムの方が押されて、このロッカーアームがねペコペコして、下のバルブシャフト、バルブシャフトを押して、まあやってるって感じですね。まあここで見ると、まあ、ここにバルブスプリングがあるのが見えますけども、はい、こんな感じです。で、油圧をかけると、まあ硬くなるんですよ。ここのピンがあってね、このピンが入ると、この今までペコペコしてたバネの入っているロッカーがカチーンって硬くなって、まあそれでね、ここの部分と一体化してこう動くってことです。まあそういうのの動いてるときは、こちらのノーマルカムがちょっと浮き気味になる感じですね、うん、っていう仕組みになってます。はい、ここのここに油圧をかけてるんで、ここにこの穴が通ってるんですね、シャフトの中に。そのシャフトのとこの穴が結構小さくて、そこがね、なんだろう、こういったスラッチとかが溜まって詰まると、あの VVT に入らない、 VVTIL か、ハイカムに入らなくなりますんで、オイル管理はまめにして、その普通の車よりね、油圧の回路が多いんで、はい、そこを注意してオイルメンテしていきましょうっていう話でした。はい、ちなみにこれが VVT ですね。 VVT のオイルコントロールバルブはあっちかな、この裏の方にあります。はい、意外とね、認知度ないんですけれども、あの 1800cc で190馬力出る優秀なエンジンなんで、もしあのね MRS とか乗ってる方はぜひおすすめです。はい、中古エンジンも10万円ぐらいで買えるんで、乗せるのも本当に、まあ、僕から言わせればポン付けですね。はい、エンジンマウントもセリカ用にして、ナットを1個かませて高さを合わせるだけなんで、ミッション側はもう何もしなくていいんで、はい、あとそうですね、このオイルコントロールバルブのどれだっけ、こいつのね配線だけ追加してあげればいいだけです。追加してコンピューターまで引っ張れば完成。はい、っていう感じです。で、それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。